皆さんこんにちは、島 TV アイランドでございます。今回の動画はですね、2017年10月に、マニラ発のですね、3泊4日のコロン島の旅をしました。その時の、詳しい、模様をですね、これから動画でお送りしたいと思います。それでは皆さんよろしくどうぞ。しばらくの間、マニラの街ともお別れになります。コロン島はですね、初めて、旅する地でございます。パラワン島のですね、エルニドに行く途中にですね、コロン島というのがございます。私は今回ですね、飛行機で、渡航することにしております。まもなく、島々が見えてまいりました。島の周りをですね、見ていただけると分かると思うんですけども、サンゴ礁ですね、青い、綺麗に映って見えます。今から渡るのはですね、コロン島と言いましても、実際のところ、ブスアンガ島になります。ブスアンガ島に、コロンタウンというところがございます。ブスアンガ島にはですね、マニラから約飛行機で1時間ぐらいで、着くと思います。そしてですね、飛行場からコロンタウンまでですね、乗り合いのバンがございますので、それで時間にして約40分ぐらいでコロンタウンに着ける予定です。まもなく、着陸態勢に、入りました。もうすぐ、飛行場です。到着しました。マニラから飛行機の旅、約1時間でございました。さあ、今から、機内を降りましてですね、これから、ホテルに向かいます。空港から、乗り合いバンで約40分かけまして、到着したのがですね、コロンタウンにあります、ゲートウェイホテルになります。ここはさすがにですね、飛び込みではなく、前もってですね、ネットで予約をしておいたホテルであります。311号室の部屋が私の部屋です。さあ、部屋の中に入りますとですね、思ったよりですね、本当に結構設備が整っておりました。値段がですね、そんなに高くなかった記憶です。はっきりとは覚えていないんですけど、2000ペソもしなかったと思います、確か。はい。それでですね、バスタブもありますしで、セーフティーボックスもあります。それでですね、部屋はまあそこそこ広かったですね。はい。日当たりもいいですし、ベッドは、セミダブル一つですかね。窓から見渡しますとこんな感じになります。このホテルの位置としましてはですね、埠頭のすぐ隣になります。ですので、ツアーアイランドホッピングなどのですね、ツアー参加される方はここが拠点になっておりますので、とても便利だと思います。こちらが、ホテルの、外から見た感じになります。何もなさそうに見えますけど、すぐ隣がですね、コロンタウンの街となっております。歩いてですね、本当に 1,2 分すぐ隣でございます。ですので、見た限りは何もなさそうに見えますが、街がすぐ隣に広がっておりますので、便利はとても良いところだと思います。街を歩いてましたら、子供たちがね、ビリヤードみたいな真似事をしてました。フィリピンはビリヤードが盛んですのでね、こんな子供の頃からこんな遊びをして上達するんでしょうか。出ました、カラオケです。私の好きな、はい。もう露店でですね、皆さん歌を歌っております。今のコロナ禍ではですね、本当にこういったカラオケ店があるとですね、意外といいんじゃないかなと思います。今歩いてますのが、本当に町の中心ですね。ホテルから歩いて 1,2 分のところです。すぐ隣がホテルに。
見えますのが、レンタルバイク。その左隣がですね、ツアーデスクになります。ここでですね、明日のですね、アイランドホッピングのツアーを申し込みました。夜になりましたので、食事をするためにですね、外出しました。今私がおりますコロンタウン、ここがですね、ブスアンガ島のですね、中心地になります。食事の前に、明日ですね、アイランドホッピングに、ツアー申し込みしましたので、ビーチサンダルとかですね、その他備品を買いにですね、今店でいろいろと見て回っているところです。Big size. It's big size, okay. Hanapan mo ko ng 45. の中をいろいろと歩き回りましたけども、結局ですね、ホテルの隣にレストランがありまして、ここでですね、食事することにしました。また次はですね、懲りないせいか、また露天のですね、カラオケ店で歌いまくります。カラオケ店が道路沿いにですね、3軒も、青天井でですね、皆さん歌っています。
一夜明けまして、今日はですね、念願のアイランドホッピングツアーですね、参加することになります。天気はですね、ちょっといまいちそんなに良くはないんですけども、まあなんとか今のところ持っております。今回のコロン島はですね、何か雨が多いみたいですね。旅しているのはですね、10月になりますので、もうそんなに雨多くないと思っていましたが、それでもまだ残っているようです。さあ、これからツアーデスクに行きましてですね、そこから出発ということになります。シマ、オーケー。ここから、ボートが出ております。出発前にですね、まあいろんな、とりあえずお店でですね、皆さんいろいろと、必要なものをですね、準備したりとか、ライフジャケットとかですね、あと足ひれですか、私はまあ一式道具、持参で来ておりますので借りたりはしなかったんですけど、結構ですね、欧米系の人がたくさん見えたり多いですね。はい、さあ今からですね、船に乗って、出発するところですが、船にボートにですねたどり着くのにですね、いろいろと狭いところをね歩いたりするものですから、バランス感覚がある程度ないとですね、海に落っこちてしまいます。ツアーメンバーは全部で10人、そのうちですね9名がイスラエル人で、日本人が私一人ということでですね、まあちょっと緊張しましたね。さあ今から行くところが本来のコロン島になります。カラミアン諸島の、中ではですね3番目に大きな島ということです。これからですね、コロン島にあります、森と岩に囲まれた、湖があります。そこがカヤンガンレイクと言うんですけども、そこへまず向かいます。ツアーメンバーの、イスラエル人の方たちのですね話をね聞いてますとですね、9人で団体で参加していますけど、どうもですね9人がもともと友達であったわけじゃないようですね。どうもですね彼らは、東南アジアが大好きで、一人旅とかですね、カップルで旅をしていまして、旅先でいろんな、友達ができてですね、でいろいろとですねメールとか LINE とかを利用しましてね、この日ここで集まってみんなでツアーに参加しようということで参加してるみたいなんですね。もちろん彼らはですね、旅行と言いましてもね、日本人みたいにそんな短期じゃなくてですね、1ヶ月2ヶ月当たり前の旅をしてきますので、こういったような出会いもいっぱいあるんじゃないかなと、少し私もですね羨ましく思ったりしました。さあ、そうこうしているうちにですね、目的地、コロン島に到着です。これから、カヤンガンレイクに向かいます。森と岩に囲まれたカヤンガンレイク、
湖の中にですね潜ってみたんですけども、雨上がりのせいかですね魚は見当たりませんでした。さあこれから、船着き場まで行くのにですね丘を一つ越えないといけないんですけども、またこのですね上り階段だとかですねそういったものが大変でした。私には、結構ですねイスラエルの方に手を差し伸べていただいたりして助けてもらいました。ランチタイムを、今食べていましてですね、間もなく終わってからですね、雨がちょっと本降りになってきたんですよね。野良犬が相変わらず多いですねフィリピンには。そうこうしているうちにですね猿がですね突然飛び出てきましてですね、みんな大騒ぎしまして、まあ餌をやったりとかですね、なんか結構これで盛り上がっていたりしました。ビーチにいるときにですね、スコールに当たると本当にですね寒いんですよね。そんな時はですね海に浸かりますと、暖かいんです。本当に、信じられないくらい暖かいです。ツアーも終わって、私の好きなんですね夜の部がやってまいりました。さあ今日はどこで食事をしようか、いろいろと、悩んだ挙句ですね、街で一番ですね、有名なバーがございまして、そこでですね一人、食事をしてみました。そうしましたらですねまた偶然なんですけども昼間ツアーで一緒だったですねイスラエル人たちとね合流しまして、盛り上がることになりました。小さな田舎町ですので、こういったことはですねよくあります。過去にもですねエルニドでこういったような体験をしております。コロント3日目、今日が実質最終日となります。午前中にですねまず、今日のツアー申し込みをですね今しております。ツアーはまず教会に行き、そして、丘に登りですね、最後に温泉に浸かるという、市内ツアーになります。ホテルを出まして、少し歩きますとですねもう本当に、1、2分のところなんですけども、
マーケットがですね広がっております。そこにはですね、新鮮な野菜などいろいろですね、ものが揃っておりですね、あとですね、お菓子類だとか、あと日用雑貨などもいろいろとお店が出ておりました。そこをですね、しばらくちょっと、ぐるっと回りましてですね、ちょっと時間を潰しておりました。今度は、市内散策ですね。ホテルから出ましてですね、少し歩きますと、町ですね、コロンタウンの、中を今歩いております。そんなに規模はですね大きくありません。ですので歩いて回れるぐらいの距離なんですけども、まあ下がですね湿ってるのはですね、最近、雨がですねよく降っているということで、なかなかですね、本当に天気の恵まれていないというのが現状だそうです。さあ今から、市内ツアーになります。ここに今映った方がですねフィリピン人の同じですねツアー客です。私たちと同じ仲間になります。彼はですねどうも富裕層でですね相当お金持ちみたいな感じでした。それでですねここにツアーメンバーでまず最初に訪れたのがですね、教会です。有名な教会だと思うんですけど、すいませんちょっとですね3年前の話になりますので、記憶にございません。とにかく教会に行きました。次に、タプヤスさんという山ですね。ここの頂上に登りますとね、コロンタウンが一望できるというところで719の石段をですね登り詰めてですね、老体の私にはとてもきつかったんですけども、なんとかですねガイドに助けられ頂上までたどり着くことができました。頂上にですねたどり着きますとですね、見事な、十字架ですか、十字架がございました。きついな山登りは61歳でやると。とりあえずもうすぐ頂上。You can sir, you can do it. You can reach the top. Just believe in yourself. Just a break down. Okay, have a break. Just a little step up.実はこのツアー若い人たち含めましてですね10名ほどのツアーだったんですが、結局この丘に登ったのはですね私だけということでね、皆さんは雨が降っていたため待機してたというちょっと面白いお話でした。なんとか、達成で頂上にたどり着きました。十字架がですね、見事に、大きな十字架がですね、ありましてですね、ここの丘から見る、景色は、最高でした。最後は海水温泉、マケニット温泉というところで皆さんで、ツアー客全員でですねゆっくり浸かり、くつろぎました。ツアー客の皆さんはですね、香港、シンガポール、台湾などですねアジア系の人たちでした。最後皆さんで、記念写真をして今回のツアーは終わりということになりました。最後の締めはやはりカラオケで、結局ですねコロン島にはですねなんかカラオケのお店がね、結構充実していたように思われます。Thank you.